好天に恵まれました甲子園球場です。阪神タイガース対読売ジャイアンツのゲームです。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。そうでしょうね。まあですからね、ランナー一人どう生かすかというところでしょうね。はい、そのあたりに注目していきましょう。まずはタイガースの先発西が甲子園のマウンドに上がります。どんな投球をしてくれるんでしょうか。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね。まあどうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。初球ストライク。アウトロー見送ってボール。ここはバッターが狙いを絞ってくるでしょうね。なるほど、そうですか。バッターから遠いところ空振りになります。ワンボールツーストライクです。変化球空振り。まず一つアウトを取りました。バッターは2番に入っている坂本。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球はボールになりました。さてバッターの坂本、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、率も残せて大きいのも打てる、パワーとテクニックを合わせ持ったバッターですね。ああそうですか。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー一塁です。3番バッター丸、ヒットでランナーを一塁に置いています。マウンド上西、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。インサイド変化球決まっています。ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。3球目打ちました。ヒットになった。あっと取れない。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。タイガースピンチになりました。ワンアウト三塁二塁です。さあタイガース先制のピンチを迎えています。やはり先に点をやりたくないのでね、ここは集中ですよ。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の西、どういったピッチングを見せるのか。ここは三振を取りたいですよね。なるほど、さあどういうリードをしてくるのか。こういう場面ですから低め低めのリードになりますけど、こうなると裏を変えても面白いかもしれませんね。なるほど、次も低めで来るんでしょう。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーも今ホームイン。ジャイアンツが先制しました。ライト前へのタイムリーヒット、2対0になりました。序盤から試合が動いていきます。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。この場面守備にまずいプレーが出てしまいました。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。バッターは5番パーラ。タイガース初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやれてますから。打ちました。伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加、入りました。ホームラン、ツーランホームラン。タイガースその差を4点に広げられる重い一発となりました。タイガース追加点を許します。4対0。ここで一発を浴びてしまいました。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。まあタイミングが合ってましたからね。またしても点を入れられてしまいました。
バッターボックスは6番大城。タイガース初回から相手打線に捕まっています。これが初球。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。これが2球目。惜しいボールでしたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。打ちました。弾き返した打球はライトへ。この打球はフライになっています。バッターは7番に入っている田中。ツーアウトになっています。高め打ちました。これはどうだ。センターに抜けました。ツーアウトランナー一塁。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている小林。ヒットでランナーを一塁に置いています。アウトコース、ストレートが決まっています。スライダー外れます。アウトコース打ちました。これはセカンドライナー。しかしこの回ジャイアンツ先に点を取りました。4対0、ジャイアンツ先制です。1回の裏タイガースの攻撃です。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますジャイアンツはご覧のような守備陣です。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の菅野。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは木浪。さあジャイアンツはエースが登板ということになります。さあそのエースをタイガース打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。アウトコース決まってストライク。インサイド落ちました。これはどうか。取りました。アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている近本。まずはワンアウトを取っています。打ちました。サードゴロです。サード取った。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスは3番糸井。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球空振りです。まあ、ピッチャー牽制がうまいですから気をつけないといけませんね。そうですね。変化球空振り。ツーアウトになりました。バッターは4番ボーア。ツーアウトランナー一塁です。さあ初球は何か。アウトコース見送ってストライクです。さあ2球目は何か。スライダー外れます。一塁線落ちてフェア。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁二塁。さあタイガース
得点圏にランナーを置いています。早い段階で点を取られてますから、できるだけ早いうちに返しておきたいですね。うん、そうですよね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょう。あっとデッドボールだ。当たってしまいました。うん、完全にすっぽ抜けです。打順は6番大山。チャンスが広がっています。さあタイガース点差を縮めていこうかというところ。うん、変化球を狙ってたんでしょうかね。3球目は何で来るか。低め外れました。4球目は何で来るか。スライダー外れてボール。ファウルになります。ツーボールツーストライクです。ファウルです。これでフルカウント。ここからは確実に狙っていきたい。8球目は何で来るか。外れた。押し出し。これでリードは3点に縮まっています。タイガース押し出しで1点返します。4対1。よく選びました。大山ここはどんどん攻めたいですね。まあいい場面でいいバッターですから非常に期待が持てると思いますね。その期待に応えてほしい糸原がバッターボックスです。外の球打った。高いバウンド。セカンド取った。サードランナーホームイン。タイガース1点返しました。4対2になりました。2点差に詰め寄ります。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を縮めます。こういう場面どんどん打てる雰囲気が出てくるとチームにも勢いが増しますからね。これで2点差へと迫りました。今いい流れが来てますから得点するならここですね。まあそして彼はチャンスに強いバッターなんでね、期待を持っていいんじゃないですかね。このチャンスに期待がかかる梅野が打席に入っています。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。膝元へのシンカーはボールになります。いやここで押し出しするようなことがあると流れが向こうに傾くでしょうね。高め空振りを取りました。さあバッター追い込まれています。センター前に抜けます。バックホームする。サードランナーがホームに帰っていきました。タイガース1点返しました。4対3。さらに満塁のチャンスが続きます。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を縮めます。このまま勢いをつけたいですよね。これで1点差に詰め寄りました。さあ打席には先発の西が入っています。ここは変えてもよかったとは思いますけど、打席に立った以上つなぎたいですね。そうですね。さあ一打逆転という場面を迎えています。低め空振り。あっと外れた。これが4球目。大きく外れました。高めのストレートで空振りを取っています。フルカウントです。さあバッテリーは何を選択してくるでしょうか。押し出しで同点。バッターよく我慢した。タイガース押し出しで同点。4対4。よく選びました西。さあそしてバッターボックスには木浪が入っています。さあチャンスが続き満塁の場面。まあここライトへ。面白いところに飛んでいる。ワンバウンドヒットになった。二塁ランナー三塁を回った。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。タイガース勝ち越しました。6対4になりました。さあリードしました。さあ勝ち越したシーンですがもう一度ご覧でしょうか。さあそして打席には近本が入ります。
さあチャンスが続きます。まあここはつなぎましたんで、打ったこの当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ライト深いところ破っていきました。そしてセカンドランナーも三塁回って、今ホームイン、追加点が入りました。タイガース、ライトオーバーのタイムリーヒット、8対4、タイガースなおもチャンスです。ご覧いただきましょう、タイムリーが出て点差を広げます。まあ取れる時にね、取っておかないとね。初回から確実にリードを広げていきます。打席には3番バッター糸井。タイガースこの回一挙大量得点。さあ逆転に成功し、なおもその点差を広げていこうかというところです。ここは当然という交代でしょうか。ジャイアンツピッチャーを変えます。左バッターが続く場面でコールされたのは高木。西さん、バッターの糸井対左ピッチャーはどうなんでしょう。そうですね、左は特に苦にしてませんね。右左関係ないタイプですね。うん、そうですか。引っ張った大城、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース貴重な得点でリードしました。1回終わって8対4、タイガース大逆転に成功しました。1回から登板の高木がバッターボックスです。まだ回が浅いので、もう少し長く投げてほしいということでしょうね。うん、そうですね。いいところへ決めてきます。ストライクです。2球目打ちました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。打順はトップに帰って亀井。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。次が2球目打ちました。この打球はファールグラウンドへ、わずかに右に切りました。ファールボール、外外れてボール。低めはボール。アウトコース打ちました。サード取った、一塁へ、アウト、ワンアウト。さあタイガース得点圏にランナーを背負った場面です。まあここはきっちりと抑えてほしいですね。うん、そうですよね。まあそして逆方向にも飛距離が出るバッターなんで、アウトコースもしっかり低めに集めたいですね。はい、さあここはしっかり抑えたいところ。2球目打ちました。取った、一塁そのまま入ってアウト。ランナー進めてきましたね。さあこの場面でバッターボックスには3番の丸が入っています。高めのボール打ちました。打球はレフトへ、ここは打ち上げています。福留が掴んで3アウトです。ジャイアンツサードランナー残塁に終わっています。8対4、タイガースがリードしています。2回裏に入ります。さあタイガースこの回は4番から始まります。バッターはボーア。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。タイガースリードで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してプレッシャーをかけていきたいですよね。まだ序盤ですからね。はい、変化球空振り、ワンアウトです。バッターは5番福留。先ほどの打席はデッドボールでした。高木、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さて今日のジャイアンツの先発は序盤大量失点で交代した菅野。早々に予想外の降板となりました。2球目打ちました。ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスには6番大山。先ほどの打席で押し出し、いい当たり、ショートうまくさばいてセカンドホースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。
2回の裏8対4タイガースがリードしています。里崎さん、早くも大きなリードを奪っているわけですが、こうなるとバッテリーの配球も変わってくるんじゃないでしょうか。まあ点差が大きくなってもリード自体はそんなに変わらないですよね。あ、そうですか、失礼しました。トライ、いいところに決めましたね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。打ちました、高く上がった、これはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、ライトが取りました、ワンアウトです。打席には5番バッターパーラ。ここはチェンジアップですよね。さっき打たれたボールをどう使うかですよね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。まあここはボールになることを恐れずに厳しいところに投げたいですよね。はい、インサイド落ちました、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。6番バッター大城、先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。引っ張った、ファーストを取った、二塁を送ります。二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー、ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。8対4タイガースがリードしています。これから3回の裏、7番から始まるタイガースの攻撃、糸原がバッターボックスに入ります。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、打点を上げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。タイガースリードで迎える3回の攻撃です。外に逃げていくボール、よく見ています。アウトコース、ファウル、ちょっと振り遅れましたね。落としました、外れます。インサイド打ち上げました、弾き返した打球はセンターへ、センターが取りました。打順は8番梅野、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、勝負強かったですよね。はい、ここは気持ちも乗ってると思いますね。はい、この打席も期待しましょう。高木、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルになります。変化球が低めに外れます。さあ4球目は何か、低めは外れました。引っ張った、岡本一塁送球、ツーアウトになりました。次はピッチャーの打順ですが、先発の西が打席に入ります。さっきはよく選びましたね。ここも出塁を目指してほしいですね。そうですね。打ちました、レフトへ打球伸びる、パーラが抑えてスリーアウトチェンジです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。3回終わって8対4タイガースがリードしています。4回の表、7番から始まるジャイアンツの攻撃、バッターは田中、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。タイガースリードで迎える4回です。さあ里崎さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まあそうですね、一発だけは気をつけたいですよね。丁寧なピッチング心がけてもらいたいですね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。3球目打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、ヒットになった、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。初球はストレート決まっています。
膝元へ曲げてきましたが外れます。高めは内いっぱいに決まります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。このピンチは空振り三振、ワンアウトランナー二塁と変わります。さあバッターは高木、そのまま打席に入ります。ベンチとしてはまだ変えたくないということなんでしょうね。そうですね。アウトコース打ちました、取った、一塁送球、アウト、ツーアウト。さあそしてバッターボックスには亀井が入っています。さあツーアウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。リードはしてますけどどうなるか。初球打ち、打球はライトへ、ここはフライになっています。糸井が抑えてスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。8対4タイガースがリードしています。西さん、序盤でエースを攻略できたというのは非常に大きいですね。もちろんですね、先に、ね、点を取ってこういった試合展開にするというのは、非常に理想的ですよ。そうですよね。いいボールですね。キレのある変化球、際どいところに決めてきました。ノーボールツーストライクです。空振り三振、ワンアウトです。2番バッター近本、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね。リードはしてますけどこの打席もしっかり集中していってほしいですね。そうですね。高木、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。これが3球目、変化球空振り、ツーアウトになっています。ピッチャーの状態なんですがやや疲れを感じているのかもしれません。バッターボックスには3番糸井、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。切れていきます、ファウル、ファウルになります。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう、最後は空振り三振に倒れてしまいました。この回タイガース三者凡退です。4回終わって8対里崎さん、ここまでの展開ご覧になっていかがですか。今日は打線のつながりもいいですし、理想的な試合展開じゃないですかね。そうですよね。勝ちに打ちました、ボーア、アウト、ワンアウトです。3番バッター丸、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。2球目打ちました、サード取った、ツーアウトになりました。バッターボックス岡本、先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そうですね。ツーアウトランナーありません。この回の西、早くもツーアウト、まだ3球しか投げていません。打ちました、セカンドが取る、一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。8対4タイガースがリードしています。西さん、ここまでの展開ご覧になっていかがですか。打線の流れとしては非常にいいですね。つながりも良くなっていると思いますね。確かにその通りですね。これから5回の裏タイガースの攻撃です。そしてジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号15、沢村がマウンドに上がります。インサイド変化球決まっています。いいボールですね。はい、
アウトコース変化球が決まってストライク。ノーボールツーストライク。低めの変化球です。次が4球目。見逃して三振です。ワンアウトです。打順は5番福留。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はバットが振れてると思いますよ。そうですね。ワンアウトランナーなし。打ちました。ショートが取る。アウト、ツーアウト。バッターボックスは6番大山。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ツーアウトランナーありません。インコースファウル。ここもファウルです。見逃し三振。スリーアウト、チェンジ。この回タイガース3人で攻撃を終えています。5回終わって8対4、タイガースがリードしています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。まずは1回の表、先制のランナーを置いて4番バッター岡本、ランナー2人を返すタイムリー。タイガース先手を取られます。さらに続きます。ワンアウトで1塁にランナーを置いて5番パーラ、その初球でした。タイガース2点を追加されます。しかしタイガース負けていません。ツーアウトフルベース、7番糸原、ここでタイムリーヒット。タイガース1点を返します。続く攻撃、一打同点のチャンス。8番バッター梅野、追い込まれてからのタイムリー。タイガース1点を返します。さらに続きます。勝ち越しのランナーを置いて1番木浪、2点タイムリーヒット。タイガースここで勝ち越します。続く攻撃、ツーアウトながら2塁3塁のチャンス。2番バッター近本、その初球をしっかり弾き返します。タイガース2点を追加します。2回の表、このピンチの場面、ヒヤッとしましたが外野フライ、得点を与えません。4回の表、ピンチの場面だったんですが外野フライに打ち取ります。ここはしのぎます。その裏、残念ながら三者連続三振、思うように攻撃できません。お待たせいたしました。甲子園球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるジャイアンツの攻撃、バッターボックスには5番パーラ。今日はここまでホームラン、初球打ち取ってワンアウトです。バッターボックス大城、先ほどの打席はファーストゴロ、併殺打となってしまいました。西、まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目は何で来るか。高めの変化球で空振りを取ります。あっという間に2ストライクです。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。大城ヒットが出ました。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは7番田中。今日はここまでマルチ安打を記録しています。そろそろ抑えておかないと手がつけられなくなりそうな気がしますね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。弾き返した打球はレフトへ。この打球はフライになっています。福留が掴んでツーアウト。バッターボックスは8番小林。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ツーアウトになっています。
インコース低めの球、ノーボール2ストライクです。さあ3球目は何か。惜しいボールでしたね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。インサイド落ちました。これはどうだ。セカンド取った。一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。8対4、タイガースがリードしています。6回の裏、7番から始まるタイガースの攻撃。糸原がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。さっきは取られやしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか。期待しましょう。タイガースリードで迎える。打ちました。ピッチャーが取る。アウト、ワンアウト。8番バッター梅野、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。インサイド落ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。ボールカウントはワンボールワンストライクです。振っていきましたが三振。ツーアウトになりました。ピッチャーに打順が回って先発の西がバッターボックスに入ります。調子もいいとは言えませんし、代打を送ってもよかったんじゃないでしょうかね。そうですね。インコース決まった。ノーボールツーストライク。インサイド落ちました。これはどうか。ショートうまくさばいて一塁アウト、スリーアウトです。この回タイガース三者凡退です。6回終わって8対4、タイガースがリードしています。里崎さん、リードをして7回を迎えているわけですが、この回以降どういったことがポイントになってきますか。まあここからどういう系統をするかでしょうね。ベンチは当然考えてると思いますよね。はい、系統策、ベンチの采配注目です。2球目打ちました。セカンド取る。アウト、ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター亀井、今日はまだ当たりがありません。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。そうですね。西、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。ショート取った。ツーアウトになりました。バッターボックスは2番坂本、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。この回の西、4球でツーアウトにしています。そうですね、まあ理想的な投球と言えるでしょうね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。2球目打ちました。糸原、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。8対4、タイガースがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、タイガースの攻撃に入ります。最初は変化球できました。低めのボール入りました。あっという間に2ストライクです。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。バッターボックス近本、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね。沢村、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。よく見極めましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。バットに当たりません。三振。ツーアウトになっています。バッターボックスは3番糸井、今日はまだ当たりがありません。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。インコース決めてきた。インコース、これは外れます。
バッターライトへ打球伸びる、ここは打ち上げています。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。7回終わって8対4、タイガースがリードしています。ゲームは8回に入ります。ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは丸、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。タイガースリードで迎える8回です。里崎さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、やや気持ちの面では楽になってきているでしょうか。まあこの点数だとまだ分かりませんから、集中を切らさずに投げてほしいですね。確かにその通りですね。低め外れました。ボールになります。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。初球を狙ってくるバッターですからね、安易にストライクを取りに行くと危険ですよね。なるほど、そうですか。打ちました。セカンドが取る。アウト、ツーアウト。5番バッターパーラ、今日はホームランを放っています。ツーアウトランナーありません。打ちました、流しました。この打球は落ちそうだ。レフトの前に落ちました。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー1塁。バッターは6番大城、先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。打球はセンターへ、ここはフライになっています。近本が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。8対4、タイガースがリードしています。8回の裏、さあタイガース、この回は4番から始まります。ボーアがバッターボックスに入ります。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。まあ、さっきは振っていっての三振ならまだ良かったんですけどね。はい、ここは思い引っ張った、ライトに上がった。この打球はフライになっています。上がりすぎました。ライトが取りました。ピッチャーの状態ですが若干きつそう。バッターボックスは5番福留、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。改めてお聞きしますが、バッターの福留、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあ、そうですね、状況によって変わりますが、もともとはボールを強く叩こうとする意識が強いバッターですね。打ちました。セカンド取る。ツーアウトになりました。現在のピッチャーの状態、まだ球数は多いというほどではない。打席には6番バッター大山、先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。さっきは見送っての三振でしたよね。はい、ここは思い切っていってほしいですよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。打ちました、痛烈。これはショートの左、抜けました。大山ヒットが出ます。ツーアウトランナー一塁。バッターボックス糸原、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ジャイアンツここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の田口。初球は何で来るか。初球空振りです。これが2球目。痛烈、これはどうか。ヒットになった。これでマルチヒット。2アウト2塁1塁。バッターボックスは8番梅野、連打でチャンスを広げた場面となっています。いい形でつなげましたね。
さあタイガース、その点差を広げていこうかというところです。引っ張った、サード取った、一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。8回終わって8対4タイガースがリードしています。里崎さん、最終回のマウンドに立つというのはやはり緊張感が違うものなんですかね。まあそうですね、かなりプレッシャーはかかってると思いますよ。はい、そのプレッシャーに打ち勝つことができるんでしょうか。いやー、ゾーンの隅っこですよね。いいコントロールしてますよね。アウトローの変化球、キレがあります。打ちました。さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。さあタイガース、得点圏にランナーを背負った場面です。こういったところから足元を救われないようにしっかり抑えていきたいですね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の西、このピンチをどう切り抜けてくるのか。低めのボール打った、ライナーを抑えてアウト、ワンアウトランナー二塁と変わっています。さあバッターは田口、そのままバッターボックスに入ります。ここは代打を送って攻めたいですよね。そうですね。初球打ち、セカンドが抑えた、一塁へ、一塁アウト、ツーアウトランナー三塁と変わります。ランナー進めてきましたね。さあこの場面で打席には1番の亀井が入っています。見送ってまずはストライクです。中へ高めに来ました。ストライクを先行させていきます。追い込みました。釣り球、しかし誘いには乗りません。4球目は何で来るか、このストレートは入りません。ストレート打った、サードの右掴んだ、一塁送球アウト、これで3アウト。最終回無失点で試合終了です。タイガースが見事勝利を収めました。西さん、相手エースを打ち崩しての勝利です。これは価値ある1勝と言えると思うんですが、いかがでしょう。いや、大きいと思いますね。この1勝、ただの1勝じゃないですよ。相手にとってはもう本当に大きなダメージですからね。大きな勝ち星ということになりました。勝ったタイガース、大きな今日は勝利になりました。一方のジャイアンツですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。本日はご来場くださいましてありがとうございました。